はい、いつものただいます、タカです。今回なんですけども、今回ね、7月のおすすめハードルアーを紹介していこうかなと思います。前回の動画でね、ワームソフトルアーのおすすめについては紹介していきました。ぜひね、そちらまだ見ていない方は、概要欄にリンク貼っておきますので、ぜひ見ていただけると嬉しいです。合わせてね、7月のバス釣り攻略についての動画を投稿していますので、まずそちらをね、最初に見ていただいてから、ワームとか、このハードルアー編ね、見ていただけると参考になるかなと思います。まあ時期的にね、アフターエイ価格系の個体も増えて、夏へ移行する最中の時期ではあるんですけれども、今年の梅雨はね、雨がまとまって降らなかったので、なかなかちょっと難しかったとか、よくわからないね、印象だったという、やっぱ意見もね、今回の動画出していろいろ意見いただきました。と思ったんですけれども、まあ、ちょうどね、やっぱ今撮影してるもう7月頭で、ちょうど前回の動画ね、出した時に、やっぱりね、こう状況変わって、いい状況に行った人もいれば、ちょっとまたよくわからなくなったとかね、いろんな意見をね、ちょっといただきました。まあ、いずれにしろね、こうやっぱ、まあ、雨がこうまとまって降ることによって、こう季節の進行というのは進むので、状況というのはね、どんどん変わっていくと思います。で、まあ一応6月からまあ続いてる梅雨ですよね。梅雨があって、7月もね、梅雨が、多分、予報を見ると、大体その、まあ沖縄とかで、ね、も梅雨明けしてるみたいなんですけど、それ以降のね、例えば関東、関西、中四国とか、その辺、九州もそうですけど、それに関してはまあ7月半ば以降かなという感じですね。でそれから先は、まあ夏パターンとかにもなるんですけれども、まあそれを含めて、数あるね、ルアージャンルの中で、特に、ね、ハードルアーがね、状況的にハマるケースっていうのもあります。逆に言えば、そのいろんなね、ルアーで遊びに行けるし、いろんなルアーでいい魚をね、釣ることもできるし、非常にね、こう、絞りづらいね、季節でもあるんですよね。だからこそ、どんなジャンルを使っていけばいいか悩む人も少なくないと思います。まあ、今回の動画を見ていただければ、そんな変化するね、梅雨、初夏のタイミングで、効率よく使えるルアーのヒントを知ることができると思います。バスジャパンチャンネルでは各種ルアーの使い方とか、今回のね、月齢ごとのバス釣りなど、バス釣りに関係する動画を毎日投稿しています。ぜひ最新動画を見逃さないようにしていただけると嬉しいです。ではね、早速本題に入っていきます。もちろんね、これ今回紹介するの結構ね、ほんと悩みました。もういろんなね、この、どうしようかな。大体ね、やっぱ冬とか、秋とかね、まあ春とかってこう、大体キーワードが絞れてくるというか、冬だったらメタルバイブだったりとか、秋だったらまあ散るからバイブレーションでこう、買っていくとかね。まあいうのもあるし、ピンスポット打つとかもあるし、あとはね、まあ、春だったらボリュームのあるものだったりとか、いろいろね、こう、ある程度ね、こうテーマって決まりやすいんですけど、このね、梅雨から、要するにその夏までの間、ですよね。というようになってくると非常にね、こう、わかりにくいんですよね。だからこそ、こう、フィールドによって差が出たりとか、地域によって差が出たりとかね、そういうところですごい悩まれてるんじゃないかなと思います。まあね、もう極論言うとね、適材適所だと思います。例えば今ね、この絵描いてるじゃないですか。まあ、釣り人くんがいてね、足場にこう、足があるんだったら、そこにバームを打ってあげればいいし、何かしらね、こう、今見えないけど、縦護岸があるんだったら、縦に対して何かしら巻物を巻いてあげるとか、いうのもいいと思います。ただ、巻物の反応もなんかちょっと悪いみたいな感じなんで、状況もね、それもいろんなことを加味して変化していくと思うんですよね。まあでも、その中で、まあ僕として個人的に今使っていきたいなというか、ここの時期、これだったら、その大きく外さないというか、まあ、かつね、こう、やっぱ大きな魚を狙っていけるんじゃないかなっていうのも、ちょっと厳選してね、紹介していこうと思います。はい。じゃあ、まずね、一つ目からいこうと思います。はい。一つ目はね、こちら。はい。クランクベイトですね。はい。あ、これはもう落ちますね、それ。ちょっとね、傾いてるんですよね。どうしよっかな。上にかけますね、これ。めんどくさいね。はい。見えないな、これで。どうしよっか。あ、わかった。こうだ。これです。これでいけばいいんだな。何をやっとるんだろうか。はい。はい。まずね、クランクベイトからちょっと紹介していこうかなと思います。まあ、クランクベイトね、この時期何がいいのかってところですね。結局やっぱね、こう、雨がドッと降りますね。濁りますってなった時ですよね。そういう時っていうのは基本的にやっぱりこう波動とかね、強くてかつシルエットがあるものを使っていくと思います。で、今回用意してるのはちょっとね、手元にあったというか、ボックスにあったのをちょっと用、それ持ってきたので、これクランクベイトっていろんなものでいいと思います。で、今これバンタムのね、マクベスなんですけども、これね、ラトル入ってないんですよ。ですけど、例えばラトルが入ってるものとかありますよね。OSP のブリッツマックスとかね。そういうの種類ある中で、できるだけ、ね、ちょっと強めのものを選んであげるのがいいかなと思います。もちろん個人的にはクランクベイトってやっぱ物に当ててなんぼみたいなところが正直あるんですけども、カワークランキングっていう、まあ、名称でも言われるんですけど、こういうね、例えば釣り人くんがいる場合で考えると、これシャローのね、岩場だったり、ちょっとね、沖の岩場だったりとかね、そういうところに対してクランクを投げていって、当てて、こう平打たして音とかね、波動とかでここについている魚に対してこう食わせるとか、よりやる気のある魚だったりを気づかせたりとか、リアクション要素を持ってね、食わせれるっていうことができますよね。で基本的にはやっぱクランクベイトって、まあ、これブレイクとかもそうですよね。こう、物に当ててなんぼっていうところあるんですけど、この時期に関しては正直濁った時、これやっぱ波動っていうのをこう周りから寄せるという力っていうのは正直スピナーベイトほどではないですけど、ただその周辺にいるね、魚に対してクランクベイトがね、こう、なんていうんですかね、こう強い塊がね、
動いているような形なので、よりね気づいてもらう可能性は高くなると思います。なのでできるだけねアピール力の強いものを使って、もとあえてカバーとかね何か障害物を絡めることでより効果的に使っていけると思います。なのでまあサーチするというよりは、そのポイントに対してスポットでよりこう強いね、まあすごいね大まかな表現するとこうスピナーベイトとかだと広くねこう網をかけるみたいな感じですけど、そこに対してすごいね分厚い網をポイントを返してこう掘っていくみたいな感じで、僕は個人的なイメージなので、スポットに対してガンガン打っていくとか、濁ったところの中層レンジを引くとかいうことができるのは、まあクランクベイトこの時期非常に強いかなと思います。ただね、ちょっとやっぱ巻物の反応が悪いというコメントを、ね、結構いただくので、これに関しては雨がもっとちょっと降って水温がねこう安定したりとか、何かしら天候がねこう変わったりとか安定した状況になるとクランクベイトね出してあげるともしかするといいかもしれないです。はい、なんでね、僕今年6月入ってですね、クランクベイト使うタイミングで多分あったと思うんですけど、濁りがねちょっと弱かったんで、クランクちょっと出すのだなーっていうところだったんですよね。障害物に当てるっていうところもそこまでその自分の行くフィールドではあんまりちょっと最近なかったので、ちょっと使うではなかったんですけど、ちょっと安定してきたら使いたいなってことでクランクベイト用意してます。はい、まず一つ目はクランクベイトでした。はい、じゃあ次ね、次用意していこうと思ったらボックスの中になかったんで、今ずっとね飾ってるこいつを持ってきました。メガロドーンってね、まああのちょっとこれはやりすぎではあるんですけど、ちょっとねもうはめれないわ。まあちょっとすまでもうあのブレードだけ出させてください、これで。はい、こんな感じで。はいね、次スピナーベイトですね。まあ、これちなみにもうあの言うまでもないというか、サーチベイトっていう形で使っていけると思います。もちろん濁りに対しても効果的ですし、さっきのクランクベイトに比べてやっぱフラッシングの要素っていうのがありますよね。ギラギラとね、これがキラ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 とねなってくれることによって、ちょっと遠くの魚だったりとかをこう寄せてきたりとかね、よりやる気のある魚をこう察し的に探っていけるって感じですね。アピール力に対しては非常に強力なので、もちろんこのねメガロドーンクラスになると、もう本当これはもうアラババに近いようなものなので、まあ、そういうのも全然正直場所によってありかなと思います。で、水をこうかき回してもくれるし、より寄せてもくれるっていうね分もあると思いますし、でもしね初めて行くフィールドとかも根掛かりの回数って非常に高いので、そういう場面でも使っていけるってことは汎用性高いですよね。まあ、個人的にはやっぱオールシーズンね使っていけるのがスピナーベイトだと思うので、この時期もね欠かせず使っていきたいなというところがあります。で、投げる場所とかに関してももうどこでもいいですよね。基本的に流れ込みがあるんだったら流れ込みのねこう周辺だったりを巻いてもいいし、縦ストがあるなら縦ストの近くに入れてこう当ててねギラーみたいな感じで揺るなもいいし、まあ縦護岸があるとか何かしら添い身でやるとか、まあこう輪切りに切ってやれてもいいですよね。大まかにですけど、こう広くサーチしていくっていう形ですね。でいち早くそのフィールドに対してやる気のある魚をね探って探っていけるというか、でそのバジングだったりとか水面をねバチャバチャさせる泳がし方だったりとか、まあ、レンジもねこちら任意でね調整できるっていうのも非常にスピナーベイトとしては強力だと思うので、ボトム周辺だったりとかボトムちょっと上だったりとかね、まあ、もしかするとその魚のレンジっていうのも変わるかもしれないので、それを調整できるっていう意味でスピナーベイトは欠かせないかなと思います。はい、ちょっとこれはちょっとやりすぎなんですけど、まあ、メガロドーンも全然ありかなと思うんで、今回ね用意させていただいております。はい、でね、スピナーベイトもこれはもう本当状況が読めない時、まあ、パイロットルアーとして使っていくのは非常にいいかなと思います。まあ、個人的に最近ねスピナーベイト頼ることがめちゃめちゃ多いのでちょっと封印してます。なんですけど、まあ、ちょっとねそろそろ出してもいいかなと、はい、考えてるところでもあります。はい、でこちら2つ目が、ね、スピナーベイトでした。次のルアーはこちらになります。はい、ポッパーね、ポッパー、あの木本プロいるじゃないですか。木本プロってポッパーのポッパーとか言うんですけどまあどうでもいいとして、まあ、あのポッパーね、はい、3つ目ポッパーになります。これねやっぱ表層系、やっぱ表層系もねこう出づらいなっていう、僕あのコメントというか動画でも言わせていただいた時に同意見という方が結構多かったんですよね。でそういう時にそのやっぱり出ないっていうのもやっぱこの雨が降らなかったことだと思うんですよね。なので今回ね雨が降り出してどんどん安定してくると、この夏に入るまで、まあ夏もね全然トップオーダーでいいと思うので、その夏のねフィーディングの時間朝とか夕まずめとかもいいですし、この時期からねしっかり出てくる可能性は非常に高いかなと思います。なのでポッパーね用意したのは、これはどういう時にじゃあ使うのかってところですね。トップオーダージャンルとして、でそういう時ってのはやっぱ追い切れない魚とかね、活性がそこまでこう出ときに非常に効果的だと思います。なので要するにね今の時期、今のこのジャストタイミングで非常にいいんじゃないかなと個人的には思います。そう、要するにトップでは出そうとか出が弱いとかねいう時に、ポッパーってまあいろんなタイプがあるんですけど、これはねラウダーですよね、 OSP のラウダーなんですけど、こうケツがねこうポチャッとねこういう感じで沈んでくれるので、もう水面できらなくても最悪このフェザーフックをね食ってくれることがあります。なので出方としてはこのなんていうんですかね、活性低くてドボンみたいなこうね出方じゃなくて、チポンみたいな、なんかちょっと動いたぞみたいな、その
テール服を、ね、持っていくっていうパターンも結構あるので、今こそねこのポッパー結構使い時じゃないかなと個人的には思います。もちろんどんなポッパーでもいいというか、まあ、そのポッパーごとの特性があるので、それを生かした上で自分のフィルターに対してどのポッパーがいいのか使ってあげるのがいいかなと思います。でもちろんストラクチャーに対してはいろんなところで使えるし、これはねほんと魚がいそうなところというか、美味しいところに対して活性がねちょっと低い、食いに行こういけないというか、食いの間をね作らせてあげて、しっかりね食わせの間を与えるっていう使い方ができるシーンでこのポッパーっていうのは出してあげるのがいいかなと思います。なんでねちょっとトップオーダー出そうだけどやっぱ出にくいとかいう時は、まあ、ポッパーね非常に使ってあげるのがいいんじゃないかなと思います。まあ、過去に、ね、ポッパーの使い方とかポッパーのおすすめランキングっていうのを動画にしてるので、ぜひそちらね見ていただけるとさらに参考になるかなと思うので、まあ、下の概要欄でリンク貼っておきます。はい、次はねこちら乗らんかなこれ何のこっちかわからんことになってますけど、これはいこれ用意しました。はい、IGKヌルワですね。これガストネードとアイアローと、ピクロですね。があるんですけど、まあ、これも別にその特性に合わせてという形ですね。まあ、お好きなものでいいかなと思います。これっていうのは正直、その、ちょっと夏寄りな釣りではあります。夏寄りでもあるし、かつその濁った場所とかになると、これだけね、小型のシルエットだとどうしてもね、そのアピール力とかってやっぱ少なかったりするので、できるだけこう水質がある程度こうクリアというか、見やすいところ、魚にとって視認できるところであって、かつ、ちょっと活性低いなとか、ちょっと強い動きを、ね、嫌うような魚っても絶対出てくると思うんで、何かしらこう状況がガンと変わった時ですよね。魚がこうやっぱ魚ってやっぱその変温動物なので、水温の変化とか大きな変化っていうのにこうダメージを食らいやすいことがあるんですよね。でそういう時に使ってあげるとか、まあ、例えばそういうその魚に対してナーバスな状況になるっていうのは絶対あると思うので、そういう時にトップでも出ないとか、クランクじゃちょっとどうも強すぎるとか、ポッパーでもちょっと強いな、水面出る気がしないって時にこういうのね使ってあげて、もうゆっくりそのいそうなラインに対して投げてあげる感じです。でもちろんねこの辺ってその一等で決めれるようなルアーではないので、そのラインに対してちょっとずらして Y 字引きで巻いてあげるとかしてあげると非常に効果的かなと思います。まあ、そういう使い方をしてあげて、例えばアイアローってこの辺とかね、あの弱い普通の I 字ですよね。でガストネードとペラが2つついてるんで比較的小型なんですけど、水をね動かしてくれてこのペラサウンドみたいな感じで耳にこう水の感じ響くので、そういう効果もあります。でピクロに関してはピクピクになってくれるし、そういうね質を合わせてその自分のフィールドに対してどれが合うのかなとか、で反応がさないんであれば別の使ってあげるとかね、いろいろしてあげるのがまあいいかなと思います。はい、ではこちらね IGK でした。はい、じゃあ次ね、用意してないですすいません、これねあの僕の本気具合が分かると思う、車にね全部ぶっこんでたんですけど、フロックですね。フロックね、やっぱこの時期、まあ、欠かせないというか、やっぱカバー絡めれるってところですよね。まあ、テロッペって出しておきます。ここに、どんなフロッグ、僕がよく使うフロッグをね、出しておくんですけど、まあ、フロッグの使い方がそういうのも解説してるんですけれども、よりね、カバーとかに対して、例えば、紐の上ももちろん引けるっていうのはもう定番中の定番ですけど、例えばこれだったら、この奥のね、こんなとこ、例えばホッパーとか入れたら、もうこの回収してくるときここに引っかかっちゃうとか、よくあるじゃないですか。そういうところに対してぶっこんでいけるっていうのは非常に強いかなと思います。で、これってやっぱ夏とかになってくるとシェードがね、しっかりできるところとかに対して送り込んであげるのもいいし、いろんなやり方ができると思うんですよね。なので別にピーカンの日でもいいと思うし、曇ってる日にね、しっかりこう、トップオーダー的な使い方をしてあげてもいいと思います。で、やっぱり着水音がすごいナチュラルだったりとか、そういうアドバンテージを活かせるっていうのはフロッグの良さだと思うので、もうぜひこの実家使ってほしいって感じです。で、フロックもね、やっぱトップオーダージャンなんで、今回ね、この時期で絶対出るのに出にくかったんですよね。なんで、この雨で状況変わって、フロックでもしっかり出るような、今まで出なかったところも出るようになるんじゃないかなと思うんで、ね、これから使ってほしいなと思います。まあ、フロックの使い方とかおすすめのね、過去に動画してるので、ぜひ見てやってください。より参考になるかなと思います。はい、じゃあ次ね、次行こうと思います。次は、はい、次はこちら。はい。これもでかいっすよ。はい。はい。はい。あ、落ちる落ちる落ちる。はい。やっぱりニオンスキューはちょっと止めれないですね。はい。ビッグクローラーベイトですね。はい。もちろんね、他にもね、こっちにデカダッチがあったりとかするんですけど、このビッグクローラーベイトね、この時期何がいいのかっていうのは、まあ、さっきの最初、濁りとかですよね。より魚にとって気づいてもらう必要があるっていうか、やる気のある魚をね、しっかり回復しきって、もうしっかり餌を取れるっていう魚がやっぱ絶対いると思うので、でそういう魚に対して強くアピールしたい、かつ水面を使って釣りたいって時には、やっぱこうビッグクローラーベイトはこの時期から非常に効果的だと思います。もちろんね、水面系だったらこういうね、ダッチとかノーマルのもあるんですけど、これだとね、濁ってるとやっぱ気づいてもらいにくいんですよね。なので、もちろんね、数は出にくいかもしれないですけど、こういうね、でかいビッグシルエットのクローラーベイトっていうのは非常にね、こう水をかき回してくれるし、シルエットがでかい、
で、やっぱり魚ってこう上にね対してこう目を向きやすかったりするので、そういうね水中ちょっと浮いてる魚とかねいうのもしっかり捉えていけると思います。もちろんね投げれる場所っていうのは限られてくるかなと思われがちなんですけど、まあいろんな場所狙えると思います。もちろんねトレブルフックがついてるんでこういうね奥のカバーとかに入れれないけど、こういう縦ストの横を通したりとかね、流れ込みに対して流れにこう当てながらこうずっと羽を動かし続けるとかねいうこともできましたね。川だったらね上流から下流投げて、上流から下流投げてこうカチャカチャさせながら泳がしてくるとかね、そういうこともできますよね。でそれってやっぱ一定の場所とかレンジで止まってくれることって魚にとってもでかいものがあるけど追いつけない、食いたいけど難しいところでもその待ってあげることができるっていうのは非常にクラウラベイトのメリットかなと思います。でこれもね、ほんと6月頃に結構ピッコロラベット全然出たりとか、クロラベット出るんですけど、この時期からね、多分雨降って強くなるんじゃないかなと思うので、ぜひ使ってもらいたいなと思います。はい。はい、じゃあ次最後いこうと思います。最後はこちら。はい。ハードルワーにしようかちょっと悩んでたんですけども、バスゲートですね。これマスターブラスターですね、レイドジャパンの。でバスゲートね、やっぱりこれも、その、要するに、どういうルアーかっていうのは基本的にやる気のある魚を早めに取っていくみたいな感じの考え方で間違いないと思うんですけど、よりそのフィールドに対してでかいバスとかやる気のある魚に対してもう今食い切りマックスだよってやつをできるだけ高確率に買っていけるっていうのがすごいと思います。逆にこれを投げて出ないんであればカス低いんじゃないかなっていう判断をしてもいいぐらいと個人的には思います、この時期に関しては。なのでもし例えばもう30分しか時間がないけどできるだけやる気のある魚を買っていきたいというパターンであれば、さっきのビッグクローラーベイトだとちょっと遅いんですよね、どうしてもテンポとしては。なんですけどバズベイトだとしっかりこう投げ込めるし速いですよね、展開が動きが速いので、でその動きが速いかつ音とかねこう波動でもアピールできるってことで結果出るのが速いんですよね。でもちろんねウィードレス性能っていうのも高いので、例えばこれ立てるストラクチャーに対してこれ左回りかな、左寄りにこうバズベイトって寄ってくれたり、右巻きとかね、いろいろあるんですよ。まっすぐ向くのもあるんですけど、それを寄せながらね、よりカバーに対してタイトに通してくることでもできるし、これっていうのはなかなかね、クローラーベイトとかだと、キャストのね、位置とかで変わってきたりするんですけど、バズベイト本来でね、こうコントロールして歩けることができるっていうのは結構、で、メリットが大きいかなと思います。まあ、そんな感じでこれ使っていただけるといいかなと思います。まあね、例えば仕事帰りだったりとか、朝だったりとかね、ちょっとも時間ないけど、できればトップでちょっと早めに結果を出したい時に、バズベイト放っても帰るみたいな感じもすごいいいかなと思います。で、まあ個人的には、基本フィールドで例えばある程度時間があってやるときって、例えばもう、いろいろやってみて最後バズベイト投げて帰るとか、逆にバズベイト投げて帰って活性が低くなったら、ちょっとその日の状況をね、ちょっと考えてみるとか、そういう判断材料としても個人的に使えるかなっていうのがバズベイトですね。はい。なんでこの時期もね、非常にバズベイトおすすめだと思います。この時期もというか、これからね、ちょっと強くなるかな。もう少しね、ほんと6月とかも全然出せる時期ではあったんですけど、これからね、多分強くなるんじゃないかなと、個人的には思うので、ぜひぜひちょっと使ってほしいなと思います。はい、今回ですね、4月のね、おすすめハードルワーについて、ちょっと一つずつね、解説していきました。本当にね、ルアージャンルがこう絞れない時期でもあるんですよね。本当はね、ギル系のビッグベイトとか、もうそれも使ってあげてはいいんですけど、正直ね、やっぱりなんかトップに希望をかけたいところもあったりとか、巻物だったりとかね、まあいろんなトップジャンルが結構多いですよね、今出してる分でも。なので、そんな感じで使ってあげて、まああとはね、ソフトルアーでこうカバーするとか、沖の釣り結構この中であんま入れてなかったりするので、沖は僕は個人的にそのフリーリグだったりとか、まあ、いろんな使い方ができると思うんですけど、そういうところでもカバーしてあげるとかね、してあげるのがいいかなと思います。もちろんね、各々こう皆さん持たれてるものがあって、わざわざこう買う必要ってそこまでないと思うんですよ。もちろんね、ここ欲しいなとか、これやってみたいなっていうので買うのはいいと思うんですけど、自分が持ってる中でもう一度こう整理してみて、あ、これはこういう用途で使うんだとか、こういうレンジを使うとか、こういう時に使えるっていうのをこう分類分けしてもらって、で、この時期にね、このフィールドのね、状況の変化について、こういろいろ使い分けていただけるといいかなと思います。なので、ね、今回ね、7月のバス釣り攻略と、ソフトルアーと、こちらハードルアーね、おすすめ紹介したんですけれども、あくまでね、僕の一例ですし、このブランド名とかね、ほんとこれもう別に何でもいいって怒られるんですけど、その種類ごとでね、特性を生かして、自分が持ってるものがどういう時に使えるのかっていうのをちゃんと考えてもらって使っていただけると、よりね、釣れた魚の価値っていうのは変わってくると思うんで、ぜひ、ね、少しでも参考になれば嬉しいです。はい、では今回以上になります。ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いします。バイバイ。